AGS-30 は、ロシア連邦の開発した自動的弾銃であり AGS-17 の改良型にあたる。AGS-17 は、アフガニスタン紛争で、その強力な火力を発揮して重宝された一方で、6T8 三脚に搭載した状態での重量は 31kg にもなり、不評が傾向して運用するには操作性、機動性に劣る兵器となった。 トゥーラ機械製造設計局は改良型の開発を1990年代前半に開始し、1999年にはコブルフ市のレグチャレフ工場で量産が始まった。基本的な構造、操作は AGS-17 と同じである。弾薬は既存のボグ -17 に加え、改良型のボグ -17M、さらに新開発のボグ -30 を用いることが、 可能で、これらを AGS-17 と同じ金属リングで連結した30発入りドラムマガジンに収めて装填する。マガジンの最大傾向弾数は30発だが、構造上29発しか射撃できないのも AGS-17 と同じである。AGS-30 の最大の特徴は、その軽量性にある。不評が容易に蛍光できるように三脚化を含めた。 軽量化に努めた結果、弾薬未装填時の重量が AGS-17 の約半分である 16kg という軽量差を実現した。また、作動方式にブローバック式を用いており、射撃モードは連射のみになった。光学照準機が標準装備になったが、緊急用の折りたたみ式アイアンサイトも備える。遊程を交代させるための機構は、 AGS-17 では T 型の引き手であったが、レシーバー右後部の大型レバーへ変更された。射撃時に、いが保持する悪波は、レシーバー本体ではなく、三脚下の方に取り付けられている。トリガーは右の悪波に位置している。ロシア、ありがとうございます。